山登ってます。今から洞窟の中行きます。大量に飛んでおります。コウモリの、超音波センシングの研究をしてます。目の代わりに音で世界を見るという能力を持ってるんですね。今自動運転の技術で持っているような最新のセンシング技術でやろうとしても到底真似ができない。車もそうですけども、ロボットとかドローンとか見つけた成果をそういう形で使っていただけたらなというふうに思ってます。一番大きいと思いますね。子供を持ったことが、後ろにいらっしゃるご両親のことをやっぱり意識しながら言葉をかけるように変わったと。学会に出た時に賞をいただいたんですよ。先生のところにわーって行ったら、先生がよかったねって言ってくれたんですよ。なんかお母さんなんですよ、先生って。研究室の社会に出てからすごいこういうことが大事だよっていう、時間守ることだったりとか、そういうこともちゃんと教えてくれる先生です。自分の実験を周りがいつも助けてくれる、また自分も助ける。4年生と大学院生をこうペアで研究をスタートさせるんですけども、研究のその方向性でぶつかったりとか、そういうこう研究活動を通じての人間関係で大きくなんか伸びてるような気がします。社会に出る一歩手前の大学院教育としては非常にそこは大事なことかなというふうに見てます。こうやってハセッチ見ても思う人だって、なんか分かんなくない、これ朝今日持ってきたのこれでさ、こっちここまでいいけど、もうこれとこれが全然もう図しか載ってないっていう、ちょっとね、追い込まれ、みんなで追い込む。先生ってものすごい責任のある仕事だなというふうに、自分の子供を通して時々ふと我に思うと、すごくまあ怖くなる面もあるんですけども、途中で喧嘩したりとか本当にね、もう途中でパッていなくなったりとか、電話してもつながらないとか、もういろいろあって、でももうごめんなさいってこう来て、ゆっくり話聞いて、でそこでまた頑張ろうねっていうことをもう本当に何回も今までやってて、ひょっとするとその人の人生もに何か影響を与える可能性も、やっぱり教育者という立場はありますから、難しい仕事だなというふうに思いますが、教育者になれてよかったなというふうにやっぱり思います。責任は大きいですけども。